こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では、最近僕はですね、GU で買って、これはめちゃくちゃ良かったなというシャツがあったので、皆さんにですね、ご紹介してみたいなというふうに思ってます。まあ僕は GU でですね、そんなに買い物することは多くはないんですね。やっぱりユニクロと GU で言ったら、僕はですね、ユニクロで買い物することが多いんですね。 僕ら大人世代であればユニコーンの方が質感だとかデザインのベーシックさだとかそういったところを考えるとやっぱり使いやすいかなと思うんですが一方で GU というのはトレンド感の強いアイテムが多いので僕らにですね合うものがたくさんあるかと言ったらそうではなくてやはり10代20代向けのものが多かったりするんですがその中でもですね時々これだったら僕ら大人世代でもトレンド感があってめちゃくちゃ着やすいなというものが見つかったりするんですね、まあ、今回ご紹介するアイテム は GU の中でも今季一番ですね僕の中ではしっくりときたアイテムなのでぜひ皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っていますそのアイテムですね早速ご紹介してみたいなと思ってるんですけどもこちらですねはいまあ、実際に買ってですね持ってきてみました商品名はですねダブルポケットワイドフィットシャツということでこれがですねなかなか良かったんですねあまりに良かったので僕は今回こちら2色購入してしまいました なかなかですね、一つの方で2色買うってことはですね、多くはないんですが、まあそれぐらい完成度が高かったので、まず僕が今持ってるのはですね、グレー系の色なんですが、こちらを購入した後ですね、もう1色後でご紹介しますが、購入をしてしまいました。それぐらい完成度が高いシャツなので、今回はこちらを実際に着ながら解説をしたいなと思ってるんですが、まあ夏場のファッションって結構難しいんですよね。というのも秋とか冬に関しては、着用点数が増えるので、その中でおしゃれに見せよう というのはそこまで難しくはないんですけどもやはり夏場になると着るものがそもそも少なくなるんですね今の僕のように T シャツの上にジャケットを着るようなスタイルも 夏だと暑すぎてしまって、まずできないかなと思うんですね。基本的には T シャツだとか、ポロシャツだとか、あとはシャツだとか、こういった単品のアイテムが主役になることが多いので、その中で見せ方を変えるのはなかなか難しいんですね。まあそんな時にですね、こういった半袖のシャツというのがあると、結構ですね、トレンド感も漂いながらも、ほどよく綺麗なスタイルが作りやすいので、めちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。まあこういったものはですね、なかなかユニクロではないような。 アイテムなのでこの後、こちらを着ながらですね、具体的に解説をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルはですね、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し、中級者向けのですね、アイテムだったり、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の解説欄にリンクを貼ってますので、よかったらそちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？まあ、半袖のシャツということで、まあ、僕ら世代だとですね。こういったものはですね。あまり慣れてないとか、半袖のシャツイコールちょっとダサいと感じる方も少なくないかなと思うんですが。まあ、最近こういった半袖シャツはちょっとトレンドアイテムになってきてるんですね。様々なブランドからリリースされていまして、以前僕らのイメージにあるような半袖シャツに比べるとややですね。ゆったりめのものが多くなってきて、こちらのシャツに関してもですね。今、僕の通常サイズで。 S, S を選んでいるんですがかなりゆったりめのデザインになっているかなと思っていますまず袖が長いですよねまあ、5分丈ぐらいあって ま、肘の関節ぐらいまで長さがあるような、ゆったりめの袖になっています。あと、身幅に関してもですね、かなりゆとりがあるかなと思っています。先日ご紹介したユニクロのですね、オープンカラーシャツと、まあ、アイテム的には似たようなところもあるんですが、そちらに比べるとかなりゆったりめかなというふうに思っています。あちらはですね、僕は通常 S サイズを着てるんですが、あえてワンサイズ上げて M を選んでるんですけども、それと比較してもですね、こちらの S サイズの方がゆったりめにできてるかなというふうに思っています。 そのあたりはですね、GU はトレンド感を取り入れるのがすごく上手なので、こういったですね、少しゆったりめのサイズ感になっているかなというふうに思っています。あとはデザイン的にもですね、胸にポケットが大きいものがですね、左右対称についているんですが、これがデザインのアクセントになっているんですね。まあ、ユニクロのオープンカラーシャツはですね、こういったポケットがついてなかったので、かなりスッキリとした印象になるんですが、ちょっとそれだけだと物足りないなと感じる方も少なくないかなと思うんですね。でですので、まあ2 2枚あっていいかなと思うんですねまあ、ユニクロのものでスッキリと大人っぽく着てこちらの方でトレンド感のあるような少しですねアクセント的な要素のあるシャツを着るというのもすごくバランスがいいかなと思っています、えー、今回僕が着てるのはですねこちらグレーなんですが 色がね、すごくいいんですね。このシャツですね、驚きの金額で1990円なんですね。まあ、それぐらいですね、価格が抑えめなのに、グレーの色合いがすごく上品なんですね。濃すぎず薄すぎないですね。 ちょうどミディアムグレーぐらいの色合いなんですけども、生地に変なテカリもないですし、上品な見え方をしてくれるんですね。これで1990円というのはかなり驚きかなというふうに思っています。正直ですね、これ以上コストパフォーマンスのいいシャツはないんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、先日ご紹介したユニクロのオープンカラーシャツと比べると、生地にですね、少し厚みがあって、しっかりとしてるんですね。ですので、シワにもなりづらいですし、アウター感覚で着て様になるような1枚なの なのかなというふうに思っています今コーディネートはですね先ほども来ていた プリント T シャツの上にですね、軽く羽織って前を開けてるんですが、このようにちょっとしたアウター感覚で着てもらうのもいいと思いますし、下はですね、ロング丈のスラックス調のアイテムを履いてるわけなんですが、これを短パンにしてあげてもバランスがいいので、こういったシャツが一枚あると、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあもちろん締めて着てあげてもいいかなと思うので、そのあたりはですね、お好みで合わせていただければなと思うんですが、すごくこれはですね、バランスがいいので、個人的に気に入っています。 ぜひですね、トレンドのゆったりサイズというところに慣れてない方も、1990円で購入することができるので、今年の夏はですね、トライをしてみることをお勧めしてみたいなというふうに思っています。こちらの色もですね、すごくいいんですが、今回はこれだけではなくて、もう一色購入したんですね。それがですね、こちらの色合いなんですね。はい。まあ先ほどはグレーだったわけなんですが、こちらはですね、ベージュの色合いなんですね。 ただベージュといってもちょっと色合いとしてはグレッシュな感じのするようなベージュとグレーの中間色のような色合いになってるんですねこれがですねすごく甘すぎなくてなかなかいい色だったのでこの後実際に着てみたいと思いますはい続いてベージュの方を着ていましたどうでしょうか また雰囲気ですね、ガラリと変わるかなと思っています。まあ、先ほどのグレーに比べると少し明るさが出るんですが、かといってですね、通常のベージュに比べると少し落ち着きのあるようなグレッシュなベージュになっているので、大人の男性にもですね、すごく似合いやすいかなというふうに思っています。このですね、ベージュという色合いはすごく選ぶのが難しくて、失敗するとですね、すごくやぼったくなったりだとか、おじさんっぽく見えたりするので、色選びが難しいんですが、まあ、こちらのベージュに関してはすごく大人っぽいで なかなかですね2000円前後でしっくりくるベージュを選ぶというのは難しいかなと思うんですがこれはですね自信を持ってお勧めできるようなすごくバランスのいいベージュかなというふうに思っています、まあ、今回ご紹介したグレーとベージュ僕はですねどちらかを持っておけばいいかなと思うんですが、まあ、ユニクロのオープンカラーシャツとかをですねブラックとかネイビーとかオーソドックスな色で揃えているのであれば、まあ、思い切ってですねこういったベージュで明るさを出してあげるのもですね なかなかバランスがいいのかなというふうに思っています、まあ、シャツはですね2枚ぐらい用意しておくと夏場は十分に回せるかなと思うのでぜひです、ね、こちらのベージュも合わせて皆さんには検討していただければなというふうに思っています。はいということで今回の動画では僕は最近ですね GU で購入をしました ダブルポケットワイドフィットシャツをですね、ご紹介させていただきました。まあ、自の中にもですね、いろんなアイテムがあるんですが、これはですね、今年見た中ではものすごく完成度が高くて、個人的にはナンバーワンだったかなというふうに思っています。特に夏場に関してはおしゃれが難しいんですね。無地の T シャツ1枚だとどうしても退屈に感じられることもありますし、かといって柄物のチェックシャツとかも子供っぽく見えがちなので、どのようにおしゃれをしようかなという形で迷ってる方も少なくないかなと思います。 思っていますその点今回の半袖シャツが1枚あるとですね結構着こなしの幅が広がりやすいかなと思うので以前ご紹介させていただきましたユニクロのオープンカラーシャツと合わせてですねぜひ皆さんにはですねバリエーションの一つとして買い揃えていただければなというふうに思っていますなかなかですね自由の中で僕ら世代でも着こなせるものを探すのは簡単じゃないかなと思うんですが僕も定期的に自由のお店に訪れながら良いものがあったらですね皆さんと一緒にシェアをしてみたいなというふうに思っています こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山春のメンバーシップチャンネル。